ドクター・オクトパスは捕らえた。だがグリーン・ゴブリンが逃げた。大丈夫、追跡してる。場所も特定。オズコープビルディングだ。グリーン・ゴブリンめ、オズコープみたいな怪しさのかけらもないオフィスビルに一体何の用があるというんだ。行って確かめよう。必要はない、ミスター・リチャーズ。あ、ファンタスティック、リチャーズ博士。失礼、長官がキャプテンと研究所に来るようにと。この特殊なブロックで何ができるか調べよう。調べなきゃいけない。調べよう。なぜなら大いなる力には大いなる責任が伴う。うん。グリーン・ゴブリンがオズコープに入る姿が目撃された。やつを見つけ出して何としてもコズミックブロックを取り返すんだ。オズコープに入る方法は分かるわね。散らかってるから時間がかかるかもね。使えそうなものがあるはずだ。でもこれなら多少無理してもわからないよな。
そこで社員をスキャンするのね。何か問題か？あの消えるトリックを披露してみたらどうだ？オズコープビルディングの厳重警備区域、ノーマン・オズボーンの研究所では全く新しい化学遺伝技術の研究を密かに行っているわ。遅かったじゃないか。これはプレゼント？グリーンゴブリンはどこに？大丈夫。ゴブリンの方から姿を現す。慎重に進め。奴を見つけてコズミックブロックを手に入れるんだ。
大爆発が起こりました。研究所に侵入された可能性があります。慌てず近くの出口から避難してください。エレベーターで攻撃？いろんな意味で間違ってるな。スパイダーセンスが何かが近くにある。コズミックブロッドを渡せ、ゴブリン。ここまでだ。まだ始まったばかりだ。このせいだな。捕まえてみろ。またスパイダーセンスが。なんだ。レーザーが出る。通り抜ける方法を探そう。3人とも入管許可証など持っていなさそうだ。すぐにそちらへ向かう。入管許可証をもらうのって大変だね。ゴブリンとコズミックブロックはひとまず置いておきましょう。まずは脱出するのよ。